おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber 高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをお送りしたいと思います。コミュニケーショントレーナー高野文夫のヒューマンパワーユニバーシティからのプレゼンテーションになります。今日は10月は13日月曜日ですね。晴れのとてもいい日です。ただいま早朝連行太極拳を終えましてね、行徳は駅前公園からこの行徳野鳥公園に移ってきました。野鳥公園ちょっと回しますね。逆光ですけれどもね、野鳥公園皆さんご存知かと思いますが、この行徳の野鳥公園でですね、今の天皇陛下は今の皇后様にプロポーズしたんですよ。結婚してくれませんかってプロポーズした場所なんですよ。ここは今の天皇陛下が皇后陛下にね。はい、今日のテーマはですね、防衛論とですね喧嘩についてお話ししたいと思います。防衛論と喧嘩、皆さんですねちょっとぎょっとする話かと思いますが、皆さんウクライナはですね、なんでロシアの攻撃されてしまったかというとですね、ウクライナはですね核持ってないからですよ。一つは核、あとですね NATO に入ってなかったからですよ。もしですねウクライナが戦術核とか小型核ですね、あるいは大型の核とか、あるいは NATO に入ってたらプーチンロシアはですね攻めなかったと思います。これはですね相当な知識人の意見です。まあ、日本でこれを言うとですね割とマイナーなんですよ、こういう意見はね。ただですね皆さん、このほど総理大臣になった今度の新しい総理大臣ですね、岸田さんの後、はい、新しい総理は言ってるんですよ。過去のマニフェストでね、マニフェストで日本はですね日米地位協定を改革しなきゃダメだと。もう一つですね、アジアのですね NATO みたいなものを作ってですね、それに入ったらいいとこう言ってるんですよね。いや今度の自民党の総理はすごいことを言ってるんですよ。皆さんしっかりで、ね、そのあたり考えたらいいと思います。はい、今日のテーマはですね国防論とですね喧嘩ですけれども、私はですね小学校の頃、中学の頃育った伊豆大島でめちゃくちゃいじめられましたよ。伊豆大島はですね漁師の町で、たちが悪いというか柄の悪い島なんですよね。私がですね、私のあだ名はですねアメンボって言われてました。アメンボっていうのはですね水面をピツツって飛んでる弱い生き物ですよ。本当に喧嘩が弱かったんですよ。小さくて体がですね弱くてですね、ちょっと押されたらピューンって突き飛ばされるようなですね、あだ名は高野はアメンボ、おいアメンボこっち来いとか言ってね、ここ吹けとかですね、殴られてばっかりいたんですよ、小学校中学の頃までね。そしてですね喧嘩に弱かったからもういじめの対象。しかしですね、まあ、高校も柄の悪い高校行きましたから、ずいぶんやられました。当時は学園紛争の時代なんで、角材で殴られたこともあります。はい、大学に入ってからですね、私はですね強くならなくちゃなと思って空手部に入りました。空手を思いっきり稽古してですね、黒帯になり2段3段4段とかなっていったわけですよ。そうするとですね、誰一人私にですね
喧嘩を売ってくる者はいなかったですね。いなかったですよ。そしてまあ新宿の歌舞伎町とか飲みに行ってもですね、ある程度武術を身につけてますから肉体的な自信があるんで喧嘩に巻き込まれなかったですよ。喧嘩になりそうな雰囲気がわかるからですね、さっとその場を後にしました。すなわちですね、喧嘩にやられないためにはですね、武術を身につけたりサッカーとか野球とかやってですね、肉体的なですね自信を持つことですよ。要するに喧嘩に強くなることですよ。はい、私の恩師の十文字信夫先生は、私が殴られてる時ですね、中学の頃、先生助けてって顔して先生を見たら飛んできてこう言いましたよ。だからなんで殴られてばっかりいるんだ、殴り返せ。その言葉は今でも胸に響いてますね。ずっと私の人生その後後引きました。高野なんで殴られてばっかりいるんだ、殴り返せ。はい、人間関係社会もそうなんですよ。動物の世界もそうです。ウサギなんかはですね、戦う爪もなければ牙もないからもう逃げ回ってばっかですよ。ウサギ、私の家でウサギ飼ってるんですけどね、弱いものは逃げ回るしかない。そしてですね、弱いものはですね、逃げ回るだけではなくですね、ずるいやり方を取らなければ生きていけないんですよ。ずるさとかですね、逃げ回ることが嫌ならですね、武術をやったりサッカーやったり野球やったりして肉体的に自信をつけろということですよ。そして国もですよ、国防ですよ。重要なのは日本がもしですね、はい、後ろにですねその主張をしている田母神俊夫さんの写真を貼っときますが、彼はですね、自衛隊の航空のトップやった人ですよ。こう言ってますよ。そうだなと思います。もしですね、日本は広島長崎に原爆を食らってますから、世界に原爆をなる、原爆はひどいぞと、核拡散しちゃいかんという運動はまさに重要です。しかしですね、3発目の原爆を食らわないためにはですね、日本は核武装しなきゃダメですよ。そしてですね、自衛隊にはですね、思いっきり金をつぎ込んでですね、ちっちゃな小競り合いができないようにした方がいいと思います。日本が核武装してですね、それこそアジアパシフィック版の NATO にでも入ってみなさい。中国は絶対日本に手を出さなくなりますよ。中国はいわばプーチンのロシアと近いですから、弱いですね、ウサギ国家やってたらですね、バンバンちょっかい出してきて、日本はですね、ウクライナのようになりますよ。下手すると日本人の若者の血がですね流されることになりますよ。そうならないためには、はい、一般社会ではですね、子どもたちはいじめられないために体育をやれと。そのために体育があるんですよ。体育の授業が。武術をやれとは言いませんが、サッカーとか野球とかマラソンとかやってですね、肉体的に強くなれと。殴りに来たら殴り返してやれと。国もですね、打ち込んできたら3倍返しするぞというですね、そういう防衛が必要です。はい、今日はちょっとですね、パワーのお話をしました。行徳の野鳥公園からです。さようなら。